なるね。そう、神谷さん、この間ね、道端にね、カブトムシ落ちてたの。マジかよ。びっくりでしょ。まだね、あれ全部開けてない頃ですよ、うん、もうね、触れなかった俺足でツン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 って生きてるかな、ツンツンってビーンって飛んでて怖かった。オスって思った。メス、オス。オスかよ、超かっけえな。かっこいい。でもかっこいいなと思ったけど触れなかった。いや、戻れなかった。小学生に。日本のカブトムシは超かっけえよ、うん、もうヘラクレスオオカブトとかさ、俺子供の頃なんかこう図鑑とかで見て、こんな超すげえカブトムシいんだと思って、世界怖えと思ってたんだけど実際大人になって見てみたけど、すげえ超かっけえ、本当にこんなのいるんだと思って感動したは感動したんだけどさ、やっぱなんだかんだ言って日本のカブトムシ超かっけえよなコーカサスオオカブトとかすげえこうなんかさ、すげえ角生えてんだ、うん、どっち、クワガタなのカブトムシなのどっちってか形状してるな。そうなんだ。だけどやっぱ日本のカブトムシが一番かっけえなヘラクレスオオカブトとかマジでいけんだけど、でも羽の色がなんか変な色じゃん、カビ生えたみたいなさ確かに、ね、でもあいつでかくて超かっけえんだけど、うん、でも日本のカブトムシが一番強そうだ。日本のカブトムシが大好きなんだ、ね、あいつマジ半端ねえ超かっけえよ見た目が。神谷さ、なんだよ、触れる？触れるね。お、カブトムシは触れる。触れる、うん、捕まえれる。超かっけえもん日本のカブトムシ。メスは、メスはどう？カブトムシ、メスのカブトムシ、カブトムシか触れるよ本当に。うん、クワガタもいけるね。クワガタもいける、うん、怖くね。怖くねえよ。でもあいつさ、ハサミでガブってやんだよね。ガブってやる。気をつけねえとマジ指が挟まれるからカブトムシでも超かっけえよね。どうした？カブトムシは神谷くん、どうした神谷くんということで僕とあなたの物語ディアガールストーリーズ第380話、ヒロシネオジオング買って。ネオジオング超ディエンだよ。これ超かっけえ。俺が子供の頃に見たジオングとは全然違えの。カブトムシとどっちがかっけえ？カブトムシだな